田です。お願いします。では一応頑張っていきましょう。トミーです。炭酸感がすごいな。今僕はですね、ここ横浜にある大桟橋っていうところに来てるんですよ。すいません、間違えました。大桟橋でした。大桟橋です。あ、すいません、もう大桟橋でお願いします。超有名なデートスポットなんですよ。で、ここで今回今までにないような海外のドッキリみたいなのをやりたくて、壮大なドッキリをしたいと思います。おい、ここでこうですよ。あいつももう24、今24だから、もうそろそろね、結婚してもおかしくないわけですよ。そうね、してもらおうかなと。今回のドッキリはなんかよくわかんないうちに結婚しちゃうドッキリ。僕らはもう出ません今日。ここで今日ね、プロポーズするカップルがいるんです。役者なんですけど、はいはい、もう世界すべて桜なんで。あの、今僕らの目の前にいる女の子2人、さくらです。ここに座ってる女性3人、さくらです。さくらですね。この2人もなんかその多分観光で来たのかな。さくらです。本当はこう渡す予定のカップルが、カンタがね、ここで今日の雑誌の撮影の写真の部分をここで撮るというふうに聞いてるはずなんです。ここで、プロのカメラマンさんがいるんで、その方に写真を最初撮ってもらってて、で、許可取んないと撮影できない場所なんで、カメラマンさんが、あ、すいません、ちょっと許可の関係で一旦、申請してきますねとか言って、こう、はけで、カンタだけにしますここで、その時に君が竹中くんが、花束を持ってこう走ってきて、はい、ちょっと今ちょっとトイレ行ってなくなっちゃって、ちょっと一瞬だけこれ持っててもらっていいですかって言って、カンタにこれを渡します。はい、で、そう、しつける感じで渡しちゃっていいんで。で、そう、カンタ持ってる状態の時に、彼女がここに登場して、彼氏と会うために来たはずなんだけど、そこになんか知らないけど、めっちゃ決めてるカンタがいるっていう。で、彼女が、え、カンタさんですか？え、めっちゃファンです。うん、写真撮りましょうみたいな、やってるところを今言ってた桜の皆さんが寄ってきちゃう。え、カンタプロポーズしてねっていう映像を撮りたいです。Come on. Yeah, you should put it down. Sorry. Yeah, it's okay. Right here.めっちゃ撮る
あとですね、並んでください。並んでください。ちゃんと。やばいやばい。おめでとうございます。え、やばくない？いや、違いがすごい。何があれお前やんなよ、こんなとこでプロポーズ。いや、おい、何ややこしいだろ。え、違いますよ。え、あ、この人桜だろ。え？え？いや、でも桜のない人たちもめっちゃ見られてるから。桜じゃないんですか、逆に。まあ、知らない間にプロポーズしちゃうドッキリでした。いや、めっちゃ焦ったよ。ってことで、ありがとうございます。いいよ。はい、じゃあ締めで。はい、大丈夫です。はい、ということで以上、今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。 OK、 すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとう。すごい。 OK、 火も大きいんだけど。